時は2024年9月末、大会運営の人々は、アクア逆転ポインターという、面倒を煮詰めたようなカードの対応に追われてたり、追われてなかったりしたそうな。ナム。今回は診断のレア予備ニオントライブを使ったちょっと実用性ありそうなコンボを紹介しますぞ。地位的には聖堂君を思い出すデザインですな。そんなに有名じゃないと思うのでまずは効果確認をば。4コスの予備ニオン持ちといえばあいつがいるけど大丈夫か？今回そいつと共存する形になるのでセーフ。ほえー。そんな予備ニオントライブとタップを組むのはこのカード。あーエレメントもいける学校男的なやつね。どちらがいいかは諸説あるぞ。してどのような運用になるかを解説いたす。トライブの効果で学校男出して次回、相手の何かしら破壊してトライブはマナに行く、トライブはマナから出すこともできる。これにより実質3コストで相手のクリーチャーを破壊できるシステムを作れるのだ。簡単に言えばマナから出せてマナに戻る予備ニオントライブと学校男の相性がいいんだよね。どんな構築にしていくかといえば、まず最近話題の穴からビッグマナをイメージしてくれ。マルルから確定でドダム持ってきて、ガイアッシュなりロストソウルに繋いで、中コスクリーチャーで蓋する感じのデッキな。そこのデドダムをさっきの学校男みたいなカードに変えるのだ。デドダムの潤滑油性能はなくなるけど、相手の盤面に積極的に触っていけるのは面白くなりそうでは。あと予備ニオン持ちが増えて安定性にも繋がるか。っていうのを思いついたとき、これ天才じゃねと思ったけどすでにウィキに書いてありました。ガッテム。まあそんなもんよ。それではこの辺で、ドロン。